皆様こんにちは。大紀元ニュースです。中中国アメリカ大使館は9月11日 SNS 大手 Weibo の公式アカウントに中国のプロパガンダ体制を批判する記事を掲載しましたが、数時間後に同記事は中国のネット検閲当局によって削除されました。中国共産党機関紙人民日報は9日、テリ・ブランスタッド大使が寄稿した台東関係のリセットと題する記事の掲載を拒否しました。同紙は何を掲載するかを決定し必要な編集を行う権利があると主張し、理由を明らかにしませんでした。中国外務省の趙立堅報道官は10日、アメリカの記事掲載要求は建前であり、言いがかりの種を仕込むことが本当の目的だと批判しました。9月11日午後4時ごろ、アメリカ大使館はマイク・ポンペオ国務長官が9月9日に発表した中国の偽善的プロパガンダ体制と題する記事を公式ウェイボに転載しました。同記事は人民日報の反応が中国共産党の言論の自由や真剣な知的議論に対する恐怖、他国が公正で総合的な対応をしていないと不満を示すべきの偽善を露呈したと指摘しました。またその一方で中国政府の当局者はアメリカのダイナミックで自信に満ちた民主体制においてアメリカの自由なメディアを通じてアメリカ国民と直接対話し彼らの政府の観点を発表する権利を享受している。例えば中国の蔡天凱駐米大使は今年だけでもワシントンポストやポリティコなどのアメリカの主要報道機関に5本の論説記事を発表し、 CNN や CBS などのメディアからもインタビューを受けている。しかし中国の外務省や環球時報、チャイナデイリーなどの中国共産党系メディア宣伝機関はアメリカの言論の自由の下で Twitter や Facebook などのソーシャルメディアプラットフォームを通じてアメリカの政策やライフスタイルを好き勝手に平気で攻撃している。もちろんアメリカ以外の民主主義国においても中国は同じことをしていると批判しました。もし共産主義中国が成熟した大国になり自由世界との関係を強化したいと真剣に考えているのであれば、中国政府は欧米の外交官が中国国民と直接対話する権利を尊重し、外国人記者を受け入れ、中国人だけでなく外国人に対しても脅迫や嫌がらせをやめるべきだ。しかし中国当局はそうすることを拒否した。選挙によって選出されていない政党のエリートたちは自分たちの国民が自由な思考を持つこと、そして自由世界による中国内部統治の慣行への批判を恐れていると示していると同記事は結論付けました。中国共産党のプロパガンダ体制を批判したこの記事は公開後数時間で中国のネット検閲によって削除されました。中中国アメリカ大使館は9月10日に同記事を公式ウェブサイトに転載しており、現在も公開されています。